滝沢秀明 2B 4月に大手事務所から大物タレントが移籍か。 2B への流入が増えるのは明らかな数字が物語っている。こんにちは、スコープ芸能です。2月22日近畿キッズ堂本剛さんが3月31日をもってスマイルアップを退所すると発表しました。近畿の活動は継続するものの、長年同社で活躍してきた剛さんの退所は波紋を呼んでいます。そんな中、事務所の大黒柱である木村拓哉さんには独立説と残留説が飛び交っているようです。昨年10月、旧ジャニーズ事務所は創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けてスマイルアップに社名を変更しました。今年4月から所属タレントのマネージメントを担う新会社スタートエンターテインメントが稼働する予定となっています。スタート社ではタレントは従来のマネージメント契約かエージェント契約かの選択が可能となります。新会社スタートまで約1ヶ月と迫る中、剛さんが退所を発表したためネット上で驚きの声が上がっています。そんな中、木村さんの進退をめぐる報道が慌ただしくなっています。2月15日発売の女性セブンが現在スタート社と木村さんの契約が長引いていること、木村さんが独立する可能性があると報じたのです。一方、20日発売の女性自身では木村さんが新会社との契約を終えたと報じられています。ある芸能事務所関係者は昨年の社名変更時点で木村さんはエージェント契約を結ぶ可能性が高いと見られていました。ただ女性セブンは昨年12月にキング&プリンス高橋海人さんと有村架純さんの交際をスクープしたり、2月初旬の段階で剛さんの独立をいち早く報じるなど、スマイルアップ関連では角度の高い情報をつかんでいる印象です。木村さんが独立する可能性も十分考えられると思いますと、木村さんの動向に警戒を強めています。にわかに独立する可能性が取り沙汰されている木村さん。ただ前出の芸能事務所関係者によれば、木村さんがこのタイミングで事務所を離れることに疑問を呈しています。まだ正式に発表されていませんが、木村さんは4月クールのテレビ朝日の連続ドラマで主演を務める予定です。また19年に放送された木村さんの主演ドラマグランメゾン東京が映画化し、2月に撮影が行われるという話も出ています。スタート社が稼働する4月は連ドラの撮影が始まる時期にあたるので、仮にその前後で独立を発表すれば仕事先は混乱に見舞われそうですけどね、と芸能事務所関係者は話しています。昨年元 V6 岡田准一さんや嵐二宮和也さん、元キスマイフット2北山宏光さん、元キング&プリンス平野紫耀さんなど、スマイルアップから多くの退所者が出ました。新会社の稼働が迫る中、木村さんも含め所属タレントが大きな決断に踏み切る可能性があるようです。剛さんや二宮さんは事務所は独立するものの、グループでの活動は継続することを表明しています。この前例ができたことで、正直誰が事務所を辞めてもおかしくない状況になりました。スタート社が稼働する4月頃、大量の退所者が出る可能性もゼロではないようです。木村さんを筆頭にタレントたちはどんな選択をするのか、今後の動向を注視したいと思います。一方で滝沢秀明氏が設立した 2B は新春早々ニュースになりました。正月に発生した能登半島地震で甚大な被害に遭った石川県輪島市を所属タレントたちが訪問、1000食の炊き出しのほか、ストーブや灯油などの物資調達、避難所の窓ガラス修復などの作業を行ったと一部週刊誌が報じました。滝沢氏は2018年までジャニーズ事務所のタレントだったことはご存知の通り、同社はボランティア精神にあふれており、1995年1月に阪神・淡路大震災が起こった際は所属タレントが総出で義援しています。関西出身者がいる TOKIO、 V6、 近畿キッズによってチャリティーを主目的とした期間限定ユニット J フレンズを結成、リリースしたシングルやアルバムほか収益金の全額を支援に充てていました。以来大災害に見舞われた際に
同事務所が見せた対応は実にスピーディーです。そんな生粋の元ジャニッコ滝沢氏の 2B はそれを踏襲しているとも言えますね。滝沢氏といえば地元の東京八王子では名の知れた伝説の美少年でした。ジャニーズジュニアとして活動したのは13歳の中学生からですが、卒業した八王子市立由井第三小学校ではそれを祝して給食で赤飯が振る舞われたといいます。さらに全校集会では校長先生が我が校の卒業生である滝沢さんがデビューしたと祝辞を述べたことも有名です。タレントになってからも伝説は加速していきます。入所わずか2週間後でキンキキッズのバックダンサーに選抜されました。半年後にはドラマ木曜の怪談シリーズの主役に抜擢。若干15歳にしてジュニアのオーディションの審査員を任されたのでした。90年代前半のジュニア黄金期にはアイラブジュニアや8時だ J といった人気番組で MC のポストに収まり、10歳から自身より年上の23歳までのおよそ120人を束ねるリーダーとなりました。旧ジャニーズから 2B に移籍したのは総勢13人。男タッキーに惚れて流入を希望するタレントは今年も続くとみられ、すでにタレント以外にも元テレ東の敏腕プロデューサーの高橋宏樹氏と手を組むことに成功しています。この高橋氏と 2B のタッグで 2B は急ピッチで跳躍するとエンタメライターの伊藤氏は話しています。民放と配信番組の共存スピードは日増しに早まっていて、佐久間さんや高橋さんほか有名なテレビマン放送作家がネットに流入しています。新しい地図は5年ほどかけて民放配信公共放送を制しましたが、高橋さんという強力な援軍を獲得した 2B は時短でステップアップできるはず。 YouTube のチャンネル登録者数は10ヶ月足らずで121万人になっていて、かねて掲げている世界進出に向けて視界は良好。 SNS では早くもドームのチケット落選を危惧する声が上がるほどです。今月から本格始動するタッキー連合軍グローバル化を目指す中で、アベマと高橋氏がパイプ役となって新しい地図と並び立つ日が来ても不思議ではありませんね。そんな 2B ですが、ナンバーアイの平野さんの活躍がすごいですね。グループとしては1月1日に発表したファーストデジタルシングルゴートが大ヒットを記録。個人の活動としてはいずれも高級ブランドであるルイ・ヴィトンとパートナーシップ契約を結び、イヴ・サンローランのビューティーラインイヴ・サンローランボーテのアジアアンバサダーに就任しました。とりわけ新テレビ CM キャラクターを務めるサントリーの人水については大量のテレビ CM が流れ、東京渋谷や大阪での巨大広告が大きな話題となりました。平野さんは今年に入りビッグプロジェクトを次々発表。旧ジャニーズ時代よりも活躍し、移籍が目に見えて大成功している感がありますね。これまで旧ジャニーズ対処タレントは数年間は大きな仕事に就けないのが通例だったことを考えれば、旧ジャニーズの性加害問題が影響していることを割り引いても平野さんの活躍は異例の事態と言えますとスポーツ紙記者は話しています。若い世代にも注目されている人水については平野さんが CM キャラになったと発表されてすぐにネット上で水を買うという声が多くなっていると言います。まさに平野売れ現象が起きている状況で、テレビ CM でさらに勢いは加速するでしょう。サントリーは平野さんに CM を任せるタイミングで2月7日にサントリー人戦略説明会を行い、アルコール飲料であるジンの拡大を発表。中でも水は主力商品ですから、平野にかなりの期待をしていることがうかがえますと大手広告代理店関係者は語っています。さらには平野さんだけでなく 2B に所属する元キスマイフット2の北山博光さんは4月5日スタートの君が獣になる前にで主演を務めることが分かっています。同じく 2B 所属の元 V6 三宅健さんと共にバラエティ特番に出演も果たしており、2B の大構成が始まりそうですね。 2B は3月に所属アーティストが勢揃いする初のコンサート 2Heroes
2B ファーストスーパーライブを東京ドームで開催予定。4日間行う公演とあって大注目となっていますが、この公演前後に 2B は所属アーティストを次々と地上波のテレビ番組に出演させるという構想があるようです。創設者の滝沢氏は大手広告代理店のスタッフやテレビ局幹部と組んで、ナンバーガイのメンバーや三宅、北山を中心にテレビ進出を本格化させる取り組みを模索中と聞いています。24年は旧ジャニーズ事務所のタレントで未だに占められている男性アイドル市場が大きく変わる歴史的な年になるかもしれませんと民放関係者は話しており、これまで地上波ではあまり見られなかった 2B のタレントが今年は頻繁に番組出演しそうです。一方、旧ジャニーズ事務所のタレントの多くは新事務所スタートエンターテインメントとエージェント契約を結ぶ予定ですが、事務所の本格始動は4月からとも言われています。 2B を率いる滝沢氏としては、その前に 2B タレントを露出させたいという思いもあるのかもしれません。次はどんなサプライズがあるのか、また4月という節目に新たな 2B 加入者が出てくるのか、今後の動向に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。